はい、どうもー。はい、どうもー。世界100億人家族の中からファミリーさん、おはようございます。おはようございます。西です。はい、9月15日の朝です。はい、はい、寝れましたか？俺はちゃんと寝たね。ダブルベッドでさ、めちゃくちゃ不安でしたけど、まあ、普通に寝たね。昨日ついてからずっと文句言ってましたけど、朝起きて意外と寝れたねって僕に言ってましたけど、僕は寝れてないですからね。意外とね、繊細だったんです。逆でしたね。掛け布団は全部持っていくわ。なんか窓開けっぱなしにされるわ。寒いし、なんか揺れるし、揺れるし、寝相はいいですけどね、西村さん。寝相はいい。そこは良かったということで、ポジティブに捉えていきたいなと思います。さすが。はい、もう結構負けがついてるんで。いや、ほんとね。はい、まあ、結構ね、優遇点見つけたと思ってるんでね、うん、狙いが一応あるので、今日は朝一から攻めていきましょう。うん、頑張ります。はい、最後、最後に今日の目標、お願いします。あ、そうだったね、今日の目標。はい、今日の目標は、掛け布団を取らない。そっち掛け布団じゃないです。確かに、確かに、それはありがたいです。そうだ、今日、西さんは、泡と大泡の違いがずっと分かってなかったですね。どれが大泡なのと思う。ずーっと見てたんだけど。素人あるあるです、それは。だよね。はい、ネットでさえ調べたんだよ、俺。違う。それでもよく分かんない。分かんない。量が多いのかと思いながら。はい、なんだもん。はい、まあ、1年の旅でその違いが分かったらいいですね。泡と大泡の違いが。はい、学びます。はい、いきます。いきます。はい、どうも。はい、どうも。こんばんは。あ、こんばんは。はい、今日は一日打ちましたね。打ったね、一日打ったね。はい。今日本当はね、岐阜堂々狙ってたんですけど、昨日結構繰り上げてて、今日見たらなんか多分とかほぼ間違いなくなんか閉まってるような感覚でした。で、北斗エイトとかも昨日空いてたんですけど閉まってて。なんなんですかね。なんなんだろうね。だからリニューアルがどのコーナーとかってね。ああ。そんな話はしてたけどね。某有名な店で、その某有名な日だけしか競技が開けるとしても開けないというイメージだったんですけど、なぜ昨日開いて今日閉めてきたのかちょっとよく分からなかったんですけど、はい。なんだろうね。結局打てず、まあ、いろんな台を転々としたんですが、最終的には大海4、ブラックですね。そこに落ち着いて、なかなかの高回転の高回転、高回転も言えてないですけど、高回転の台でしたね。よかったね、すげえ回ってたもんね。最初からね、打ててもいいかがですか。これが24回ぐらいで、そう、僕はまあ26ぐらいですかね。かなりいい台を、打つことができて、はい、結果もね、昨日全然違う金額、価値額を言っててあれでしたけど、まあ2万5000円ぐらい、ぐらいでつけていきましょう。2万5000円ぐらいはプラスになりましたのでね。よかったです。よかったです。いや、本当に嬉しい。2万5000円だよ。プラスだよ。ずっとマイナスになってきたんだよ。そうですね。結構マイナスが続いてましたからね。本当に嬉しかった。本当に嬉しいですからね。はい。てかもう今ね、眠くてあれなんだけどさ。あ、いやいや。この後編集してもらったらダメですからね。はい。そうなんだよね。まあ、それやりますから、ちゃんと。いや、もうとりあえずね、このなんか悪い感じの波、いい台は座れてたんだろうけどさ、ずっとマイナスだったからね。俺はすごく安心しているところです。ですね。しかも今日ちょたまがね、1万発ずつできたから、今後だいぶ有利にね、打てますから。2500発も現金で借りたら、1万円かかるのは8925円とかで借りれますから。そうだもんね。かなり有利に打てるというところですね。ですね。明日から楽しみだね。はい。今日、昨日と海をずっと打ってますけど、僕いろいろ
海の法則性とか教えましたけど、覚えてきました？覚えてきた、なんだ。あ、ちょっと教えてください。どういう海の法則性。まあ、結構いっぱいあったけど、あれだけどさ、そうだな、通常時の演出、うんうん、の、保留予告でね、泡予告があるじゃないですか。前兆予告、ね。前兆予告。前兆予告。前兆予告。泡前兆予告。はい、あって、うん、あれが来た後に、まあ、リーチかかるじゃない、はい、そのリーチかかった時に、うん、ノーマルリーチだったら確定。あ、そう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 、来ないですね。そうですね、はい、モリンちゃん来ないやんと思ってたら当たるっていう、うん、はい、あれね、いいですね、うんうん、他には他には、はい、他には核変中、はい、核変中いいですね、はい、あ、核変中の話ですね、ええ、うん、核変中はノーマルリーチが一番厚くて、うんうん、まあ、確定だと。確定ではないです。え、確定じゃないの？確変中ノーマルリーチ確定ではないです。あ、そうなの？外れることもあります、はい、あ、そうなんだ、はい、ただ今日は結構出すの、うん、激アツではあるので。あ、激アツではあるの、はい、あ、そうなのか。一コマずれじゃなかったら必ず走ります。あ、そうかそうか、そういうことか、うん、ま、マイナス一コマ、あ、じゃあずっと滑ってるってことか。え、そうかな。ああ、え、じゃなくて言ってるぐらいちょっとよくわからないですけど。ああ、すいません。あの、マイナス1コマ、プラス1コマ以外だったら、で、ノーマルにしちゃったら必ず2段階で当たります。2段階で当たる？ 2 段階で分かるんですか？全然違うところで、あの、ノーマルリーチが止まったのが、うん、あの、外れたなと思ったら急に走ることはあるのじゃないですか？あるあるある。ウィンウィンウィンって一回一周して帰ってくるんですよね。あ、そう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 。マイナス1コマ、プラス1コマじゃなければ必ず走ります。あ、ノーマルリーチは。そういうことね。はい、今思いました。あと、大泡でスーパー行ったら確定とかも一応。ああ、それね。はい、俺多分今日ずっと打ってたからね。大、はい、はきっと出てたと思うんだけど。うん、まあ一個それなのかなと思いつつ、僕の中で確信に立ってる大泡演出は一回も見てないけど。いやいや、結構出てましたよ、僕とのデビって。マジで結構じゃないですけど、何回かは。うん、結構見たよ、泡。結構見たけど、未だにわかんない。普通の泡とさ、大きい泡、うん。はい。違いね。違いがわかんない。はいはい。なんだろう、粒が大きいの、量が多いの。量が多いんですけど、結構泡がもう、なんだろうな、なかなか消化しきれないでずっと溢れてるみたいな感じで、しかも大きいっていう感じなんですよね。そうなんだ、はい。まあ明日また打つんだろうからね、ちょっともう一回見てみます。泡と大泡の見分けがつけるように明日はちょっと見ていこうかなと、うん、海はいろんな法則が本当あるので、うん、うん、あと裏ボタンね。あ、裏ボタン俺の中でなんかすごく楽しかったよ。そうですか、うんうん、マリンちゃん手振ってくれるみたいな。ピンクしてくれたり、うん、おーと思って最初こんなことできるんだと思って、こうやってダブルピース押すんだね、あいつね。かわいい、あいつって。ウリンちゃんのあのなんかブルブルチャンス来た家めちゃくちゃ嬉しいです。僕を呼ぶのやめてもらっていいですか。めちゃくちゃ見たからね、カナバちゃんのこと。来たのブルブルチャンス来たと思って。1回外しましたね、でもね、1回外した、うん、2回来たんだけどね、うん、そう、昨日見れなかったんだね、言ってたけど、うん、今日見たい見たいと思ってたら見れた、はい、いや、そんなことよりもですよ、はい、西村さん今日しでかしましたね。しでかした、しでかしましたよ、うん、はい、めっちゃしでかした、がっつり、はい、あれはもう反省、もう俺の中でも本当に反省ですね。へそ落ちはあれは、うん、僕もオービーブラック4打ってて、うん、まあ実際問題、まあ、結構打ってるので、うん、5回以上あります、へそ落ち。あ、そう、はい、でも西村さんとパターンが違います。なかなか入んねえの電柱に。いやいや、それは多分止め打ちしちゃいけない時にしちゃったからですよ。まあ、そういうことか、うん、電池保留が少ない時とかは、うん、まあ、僕もいけないのもあります、正直、うん、僕が保留3開く瞬間に3個打つのがベストですねって教えちゃったので、うん、それを一生懸命やってくれただけだと思うんですけど、うん、電池保留が少ない時は打ちっぱなしにするとか、うん、スルーがあんまり通ってない時は打ちっぱなしに変えるっていう、まあ、臨機対応の打ち方が必要なんですよ。
僕そこまで教えてなかったのは僕が悪かったです。じゃあお前のせいだ。お前のせいだ。俺のせいじゃない。まあまあ半々ですね。半々です。あんまでもね、あの途中からだんだん分かってきて。うん、へそ落ちこれ大変なことじゃん。大変なことですよ。はい。そう。もう身をもって。大変なことしてくれたんですよ。はい。ST なくなっちゃうからね。だったらね。そうそう。とんでもない話だよね。そうですよ。これやべえじゃんと思って、そっからは、まあ一応、三玉打ち三玉止め、うん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 、やってたんだけど、はい、まあ、減ってきたらもうすぐ、あ、そう。すぐ解放して。それが大事です。4コマに貯めて安心してから3個打ちって、はいはい。ずっとやってましたね。僕がやったへそ落ちは、あのどうしても1回行ってみはやっぱりへそ紹介しちゃうんですよ。あ、はいはいはい、それです、はあ、そういうことか。あれそうです、大当たり確率は変わるんですよね、うん、約49分の1だったかな、うん、変わってでへそで当たっちゃうと、うん、おっしゃる通り、うん、電池で当たったら 100% ST に入るのが、うん、半分に減っちゃうと、うん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 、しかも、うん、ラウンド振り分けもかなり少なくなっちゃう。うん。うん。そういうことだね。16ラウンドが 23% ぐらい確かあったと思うんですけど、うん、16ラウンド比率がゼロですし、うん、そう。だから、あの電柱保留はへその保留の2倍以上の価値があるっていうことなんですよ。だよね。間違いなくね。はい。いやー、驚いたよ。とにかく驚いたよ。ついなんか偶数図からで当たってんのに、なんか7ラウンドだから得したみたいな気持ちで。そう。隠れ7ラウンドやんと思ってたらさ、いや、通常時のね、当たりは全部7ラウンドだから、それだった。俺なんで緑なのみたいな。背景が緑になってるって。これ時短、黒いパール出てこねえけど。ブラックパールチャンス。ブラックパールゾーンね。ブラックパールゾーン。入らねえの、時短だった。焦ったね。はい。マジで反省するわ。まあそうですね。だから1回転目に落ちたのは、もう打ち手の責任ではないんですけど、まあね、それ以外は、まあせ、あの、まあ、よっぽどスルーに入る、まあ、スルー入らない台を選択してるのも打ち手の責任なので、うん、はい。まあ基本的には、1回転目以外で、当てて、へそ落ちさせてしまったら打ち手の責任なので、うんうん、はい、うん、そうね、そうなので、はい、今後に生かしていただければなと、はい、いい勉強になりました、はい、思います、うん、はい、でも勝てて本当に良かった、はい、良かったです、はい、明日も頑張ります、はい、さよなら